どんまい。
なんかちっちゃいのは釣れるんですけど、うん、ここは夜はね、あのアナゴが釣れるんですよ。そのあたりに狙ってきたんですけど、今日はダメだな。あ、ですか。うん、イカの跡ありますね。イカの墨の。あ、うん、向こう側がイカ釣れますね。うん、まあ、タチウオはぶっ込みじゃなくて、うん、やってやらんと乗らんですよ。来られるんですか。いや、あの自分遠いんで、ここあのたまにですね、気が向いたら。市内の方から。いや、市内より菊池です。あ、海にはめったに来ないんで、いつもあの渓流ばっかりやってるんですよね。だからトラウト。風はいつもありますね、ここは。昨日とか一昨日は全然な、全く。ああ、ですか。全くなかった。
当に風もないし天気はいいし。だと1時間40分ぐらいですね、片道で。なんでめったに来ないっす。なんかまともに釣りができる海ってないっすからね、熊本って。あんまりこの日はでもそういう家は近いですけど、うん、結構何でも釣れるんですよ、潮が良ければ。うん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 。いや、多分今日はこれ餌が悪いんかなと思って。潮が悪いですよね。あと若潮が高いですね。ああ、ですか。ああ、そんなこと。一番潮がいい時は大潮です。うんうんうん。いや、まあ単純に俺が下手なだけなんですけど。いや、僕が下手とか上手とかの話の前にこう潮が悪いと全く家で見てて、うんうん、潮、うん、釣れない時は3週間ぐらい全く何も釣れないんですよ。ああ、ですか。毎日やってて、だけど釣れる時はもう1時間で70から1メーターぐらいの鈴木10本ぐらい上がりますからね。それとかヒラメだとかブリだとかカンパチとか結構来るし、うん、この間は、うん、この間っていうか2ヶ月ぐらい前、あの3ヶ月か、4月ぐらいだったから、もうサメが1メーター20あるでしょ。でも、1メーター20は近いようで、家から見てると2メーター50ぐらいのが泳いでますんで。こっちはあんまり入ってこないし、あっちの外側、あのカーブから向こう側は結構、家の前あたりは、初めてこっちに引っ越して初めてクジラ見ました。10メーターぐらいあったんですかね。はい、クジラは無理ですけどサメは釣ってみたいですね。ああ、引きが面白そう。もう青森って、まあ青森よりちょっと強いかもしれない。ああ、うん、最初かかった時でかいやつかかったなと思って、だからもうドラグがどんどん出ていくからもう切れてもいいやつって止めちゃったりする。それから上げたいですけど。上がったんですか。上がったんです。どうやって上げるんですか。でもう島根上げしてからそれでから、スロープがうちとかあるんです。ああ、なるほど。うちに来てから上げたい。でも大変ですよね、針外すのとか。うーん、そうです。でもあのベンチでこう。ああ。じゃないと。2回ぐらい俺針刺さったんですから取れないですもんね。うん、いや、噛まれんじゃないかなって。あ、あ、噛むタイプのやつじゃなかったんですか。いや、まあ、形はあのホジロガネみたいな。ああ。だから歯はギドギドしてますよ。ですよね。ちょっとあれするとカミソリみたいに切れちゃう。いや、もうルアーがもうガチガチだった。ああ、ルアーを釣ってたから上がってきたもんね。ラインとか釣ってたらもう切れちゃう。なるほど。でもこれも向こうに久留米から来られる人ハリスの12号を切るって言ってました。12かのハリスを切る。それでも上がってこないって言ってました。そこを狙ってるんですよ。これヒラメもでも60とか70とかよく釣ってますもんね。ああ、そうなんですね。泳がせてるよく釣ってますね。場所はここがいいんですか。ここより、あの辺がいい。潮の流れが速いから重りをちょっと重くしないと、うんうん、もう流れていく。流れていきますね。25号とか使ってはしちゃいますね。25号。おー、なるほど、流されるわけだ。手前はどうしてもこう、うんうん、岩場が多いもんで手前だと引っかかっちゃうんですよ、うんうん、ですね。なんであの今日はあのステイと捨て重りでやってます。一応あれがタコツボで、あれから僕にずーっと70個ぐらい入ってたから。へー、70個か100個ぐらい入ってた。タコも釣れるっていうことで。タコは多いですね。あー、めっちゃ少なかったですね。いいですね。
もうでももうタコの時期は終わってるんですけど、うん、たまにここはあの下が、潮が引くと下が見えてるじゃないですか。うん、ですね、見えてて上から見るとヒラメのこんなありつけるってあると。で、漁師さんたちがたまにここにそっちに船止めてゆっくり歩いてきて、安でこうやって持ってきて、ここはなんかヒラメが来る場所みたいですね。もうちょっと水が引いたとき、大潮とかも出たいって引いちゃいますからね、うん、そういうときになるとこう安持ってきて、それをすぐに船を止めて5分ぐらいで、ゆっくりこっち歩いて、この辺りで行くのなんで、うん、いるときといないときありますよね。夜釣りでは結構今タイが釣れてますよね。あ、タイは何で釣るんですか？オキアミですか？いやいや、イソメ。いやいや、この木に行くと白エビとかって言って、ヒゲの長いこのくらいぐらいのエビが売ってるんですよ。はい、パックに入って20匹ぐらい入ってるのかな。で、200円ぐらい、うん、唐揚げにして食べるようなやつなんですけど。ああ、あれか。まあ、あれを引っ掛けて、それを深瀬ですか？いやいや、もうこういう投げ釣りで、投げ込んだまま夜、夜じゃないと釣れないから。へえ、そうなんですね。まあ、自分の場合ちょっと餌を買いに行かないですよね。あ、白エビとか、あとこの城、この城を3枚おろしたやつ、塩つけてるんです。それだと腐らないから、塩つけてあるから、それ出して短冊切りして、それですか。あとはもう生き餌をなんか漁師の人たちが買うところとかもらうところかなんかあるんですよ。で、船で行かれますよね。それはちょっとわかんないですけど、これ地元の人たちのおかっぱで来る人とか、あそこにちっちゃな船あるじゃないですか。ありますね。あのおっちゃんは70いくつかの年寄りだね、あの人は誰ですか？この武士みたいな人ですか？おお、あの船があるというと、潮が悪い時か具合の悪い時。ああ、なるほど、そういうことか。ほぼほぼ大体、全然どうもないですよ。あそこの橋から向こうの中上島のちょっと先まではあの人のエリアですから、どっか行く。潮ってそんなにやっぱり大事なんですね。大事です。ここは潮加減で全く釣れない。そういう時に前照らすから毎日行けてよ。前が海だから毎日こう照らすで、ハンモック下げたり椅子に座って見てるけど、潮の加減でこんなに違うかと思うぐらい魚違います。ナブラ全然湧かないですもん、悪い時は。そういう時、お魚さんってどこにいるの？どこに居るのか。それは僕の気がする。いなくなるわけじゃないですよね。そうなんですよ。行く時はもうすごいですよ。もうスズキとかブリティとか混じってて、あっちゃばちゃ。だからもうただメタルつけて投げるだけで、そこの中にポトッと入っただけで来ちゃいます。あらま。あっちはもうだいたい深瀬で、トイレの前あたり全部深瀬です、なんかそれっぽかったです。あの一応見て確認したんですけど、多分チヌですね。うん、スクロダイです。クロダイとメジナ釣り式、あとバリ、バリちょっとこのくらいぐらいの、まあ大きさが普通に釣れてるのはこのくらいぐらいなんですけど、背びれと、あの下の尾びれ、アイゴですか？そう、うん、あの毒のアイ、あれも美味しいですもんね。いや、あれ食ったことないですね。あれ美味しいですよ。なるほど。でも内臓を傷つけないようにして内臓をきれいに出さないと。ああ、磯染みみたいな、なんか、なんかそれがあるんですね。じゃあ勉強になります。ここはでも本当、もう今の時期から3月ぐらいまで手前をぶり通ったりしますから、この間のお姉ちゃんなんかカップルで2人で来て、あそこの白い建物のあたりは大体向こうから入ってくるところ狭いじゃないですか。狭いですね。あそこにはだからブリの通る道っていうか、こう
結構的が絞りやすい、こう広いところじゃないから、まあ寸前だから、ちょっと投げてればブリが通れば食っちゃうし。